日本政府、韓国を2段階格下げ、防衛白書で。本日、令和元年版の防衛白書が公開されました。この中で、韓国の位置づけが、昨年と比べ2段階格下げされたことが明らかになりました。昨年の防衛白書では、アメリカを除く安保協力の対象国として、 韓国をオーストラリアに次ぐ2番手として扱っておりましたが、本日発表された防衛白書では、オーストラリア、インド、東南アジア諸国連合の後にですね、韓国が位置づけられております。また、防衛白書の中で、韓国側の否定的な対応が日韓の防衛協力、交流に、 影響を及ぼしていると、韓国が海上自衛隊の艦艇に対して極日期の自主を要求したこと、韓国の軍艦による自衛隊の哨戒機への下記管制レーダーの照射、ジーソミアの破棄決定などに対して韓国に適切な対応を要求すると明記がされております。また、 本日公表された防衛白書では、韓国に関する紹介が1ページに満たない分量となりました。昨年の防衛白書では1ページ半ほどの記述がございましたが、韓国に対する紹介自体が少なくなっております。こういった日本側の動きに対して本日韓国の外務省は、 防衛白書に、シ島が我が国固有の領土であると記載されたことについて、シ島に対する不当な主張を繰り返すことが日韓関係に全く役に立たない点を日本政府は自覚しなければならない。日本政府のいかなる挑発にも断固対応すると宣言してしまいました。さらに、日本が輸出管理など、 不当な報復的措置を撤回し、友好協力関係が回復される場合、GSOMIA などの措置を再検討できると説明しました。さらに本日、韓国の外務省が日本大使館の講師を呼びつけ、同様の講義を行ってしまっております。この防衛白書について、動画説明文にリンクを貼っておきますので、興味がある方は確認をしていただきたいんですが、 こういった韓国政府の動き、今後もさらなる挑発が続くんじゃないかと思われますので、日本政府には万が一の事態に備え、国民を、日本企業を、日本を、韓国政府から守っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました